皆さんこんにちは、滝沢初太郎でございます。本日はこちらプリティックの PDS250 というエレドラを皆様にご紹介させていただこうかなと思います。もう3万円でエレドラ買ってお釣りが来ちゃう時代ですよ。3万円でエレドラ買ってお釣りが来ちゃう時代ですよ。半端ねなって感じですよね、ほんまね。で一応まあ箱から取り出してね、ガッと組み立てるとこれがその実物なんですけれども、まあ見てわかる通りもう立派にエレドラです。立派にエレドラ。ちょっともう今スピーカー繋いでるんでね、電源を入れて音鳴らしてみましょうか。こんな音がします。もう立派にエレドラです。ほら、ハーフオープン、クローズ、そしてチョークが、ついているというね、こんな高機能なエレドラでございますよ。エレドラじゃないですか。でね、エレドラならではのそのあれなんですけども、その音色もねたくさん入っているので、そのキットっていうボタンを押して、このプラスマイナスでこの音色を変えることができるわけです。今一番の音色だからこんな感じの音色ですけども、2番にすると、3番にすると、なんかそういうレトロな。こんなの色、4番にすると、こんな感じのなんか音色がたくさん入ってるんです。今5番まで鳴らしましたけども、これをババッといくと20個ぐらいだっけかな。そして20番まで、いろんな音色を楽しむことができるっていう感じです。まあもうこれだけでもうすごい、もう十分立派なエレドラ感が楽しめると思うんですけども、でまたね、このいろいろと基本性能として、まあ、クリックを鳴らしたりとか、こんな感じでクリックを鳴らしたりとか、あとこうテンポをもちろん変えることもできるし、今120ですけども、これもっと速くして、わわわって速くすることもできます。100、200。普通のこのルーディメンツの練習とかね、みたいなこともできたりとかするような感じでございます。でまた面白い機能として、なんかこうねパターンがねたくさん入ってて、例えばそのパターン1番ちょ鳴らしてみますと、こんな感じで、なんかこのループ素材、同じパターンをずっとこの繰り
してくれる、なんかこれ面白い感じのパターンを流してくれるんです。なんかこんな使い方が、なんかバンドっぽく。ここに出てくるんです。これをドラムオフボタン押すとドラムが鳴るんで、イヤホンじゃないと厳しいかもしれないですけど、そんなパターンがあったりとかする感じです。で、このパターン遊びもすごい、もうね、1番がたくさんあって、なんかこういうたくさん、これに合わせてこの遊ぶこともできるという感じでございます。ドラムの音を入れたりとか、ドラムの音を外したりとか、してなんかこのバンドっぽく遊ぶこともできるという感じです。で、下の方にこのオブジュアリのインがついているので、なんかここからその、ね、あの iPad とか iPhone とかでその好きな音源を流して、なんかそれとこの合わせて遊んだりすることもできるという感じでございます。ちょっとやってみましょうか。こんな感じ、なんか好きな音源を流してこれに合わせて練習する。もうこれが3万円で実現できるっつうんだから、もうこれだけでも結構半端ねえのか、その分かるかと思うんですけど、まあこんな感じです。他にもね、その音量を調節したりとか、例えばそのキットのその2番とかチョイスすると、意外とねこのハイハットの音がねでかいですよ。だからこれに対してこの音がすげえでかいんだけども、このボリュームっていうボタンを押して音量調整したいものを叩いて、そこからこのプラスマイナスで音量調整したりとかすると、その特定の楽器の音量を調節したりすることができます。
ましいですけども、まあ、そんな感じもできたりとかします。あとなんかレコードボタンというのがあって、ここやったりとかすると録音できたりとかするんですが、まあ、こういう細かい機能とかもたくさんあって、もう3万円でも十分な機能かと思います。ドラム初心者、もしくはその今からドラムやりたいっていう人が、このドラムセット買うのおすすめですかみたいな質問が来ると思うんですけども、そんなこと思うと思うんですが、全然 OK だと思います。全然 OK です。いくつか気をつけたいことがあって、まず一つ目としては、エレドライコール静かだって思ってる人いらっしゃるかもしれないですけども、結構やかましいです。電源切ってやばくないですか、音量。特にそのバスドラのこれ、すごい下に響くんですよ。だからマンションとかで2階3階に住んでる人は結構センシティブに考えた方がいいです。とりあえずその集合住宅においてはエレドラは結構厳しいと思った方がいいんですが、逆にその一軒家だったりとか1階に住んでるとかっていう方だったら、割と気にしなくても大丈夫なのかなって感じがするんですけど、でもこの音いろいろね、四方八方に散らばるので、その辺は気をつけていただければという感じです。で、あともう一つ、でその練習するときにちょっと気をつけたいこととしては、その生ドラムとエレドラは結構別の楽器っていう気持ちも大事で、なんていうんだろう、ちょっとね、このおもちゃ感っていうか、そのイメトレのグッズと割り切った方がいいんですよ。イメトレのグッズ、これができるようになったからって、これが上手くなったからといって生ドラムでそのまま通用するとは、思っちゃダメです。イメトレのグッズであって、あくまでそのルーディメントとかその手順とかを理解するための、なんかこの頭のイメージを固めるための練習っていう風に割り切った方がいいです。生ドラはその鳴らすのはすげえ難しいんで、例えばそのサイズのさ、そのスネアがこうバーンってこうあるわけなんですけども、全然サイズ違うじゃないですか。で、タブもね、結構同じぐらいのサイズあるし、フロアタブに関してはこれよりももっと出なかったりとかするんで、まずそのサイズ感がね、違う。シンバルとかはめちゃめちゃ大きいですし、ハイハットとかもっと大きいですし、こんなこじんまりしなくてドラムセットバンって座るとすげえ幅が広いです。だからそれで多分ね、最初ね、まずめっちゃめちゃ戸惑うと思うんですよ。で、2つ目、その鳴らし方に関してなんですけど、そのエレドラはさ、もうどんな叩き方でもですね、バンっていけばもうピアノみたいな感じで鳴るじゃないですか。けど実際のそのドラムの時って、そのこう叩くのか、それとも叩くのか、それともこんな感じで叩くのか、叩き方によってその音が全然変わってくるんで、実際そのフロアとかバスドラとかに、そうですね、ペダルとか、ドンドンドンって足でやるときに、ちゃんといい叩き方で、いい踏み方でやらないとしっかり楽器は鳴ってくんないんですよ。だからそこはしっかりと別の練習をするべきだと思います。だからそのエレドラ初心者の方は全然おすすめです。欲しいと思ったら全然買ってみてもいいと思います。全然面白いですし、練習に全然なりますけど、イメージを固めるため、手順を確認するためのこのイメトレの練習、エレドラの練習と、実際にスタジオに行って生ドラムに座ってしっかり音を鳴らしながら、音を鳴らすっていう、このドラムに対応する練習は絶対に必要なので、エレドラ買ったからわー上手くなったって安心せずに、エレドラはエレドラの練習、そしてスタジオに生ドラムの練習も必ずやっていただければという感じです。そんな感じでこうね、家ではエレドラで手順を確認で、スタジオに行ってその音を鳴らしながら、なんかこう実際の実践的な練習みたいな感じでやっていけば全然いけると思いますので、もし興味があれば、ぜひこのプレイキックの PDS250 で検討してみていただければという感じでございます。でもう少し言えることがあるとするならば、やっぱりその3万円で買える以外上に、ちょっとね、作りがね、若干この甘いというか、まあ、そういったところはなきにしもあらずです。ちょっと心もとないと言いますか、例えばそのこのホルダーといいますか、これ結構ね、がっつりにギュッと締めてもね、やっぱ叩いてるうちにこうずれてきちゃったりとか、このライドもね、このギュッと締めてるんだけども、叩いてるうちにどうしてもこうね、ちょっとこうね、バーッとこうね、固めてきちゃったりとかするんですよ。なんで固めてきたらね、ちょっと自分でこう緩めて直してあげてみたいな感じの方が必要ですが、まあまあ3枚でこんだけできるものも十分でしょうって感じでございますよ。そういうこのね、作りの甘さといいますか、ちょっとこの全体的にこう、ちょっとこう心もとないところがあったりとかもするんですが、まあ、全然十分ですよ。これを買えばね、ペダル、このキックペダルもついてきますし、スティックもついてきます。僕はそのペダルついてないと思ってペダル買っちゃいましたが、ペダルついてました。
でもちょっとね、シャチーと言いますか、そのおもちゃみたいな感じは否めないですけどね。何度も言うですけども。手順を確認するためのツールだと、割り切ってやっていただければという感じです。これでドラムを練習するんですけれども、ドラムの練習というよりも確認の練習って感じですね。こっち行って、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 こっち行って。プレティックの PDS250、よければご検討いただければという感じでございます。くれぐれも騒音、ご近所の迷惑にならないように気をつけていただければという感じでございます。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さよなら、バイバイ。